とある試合終わり、あるメンバーの引退式が行われました。その選手はこちら。始球式だね、始球式。頑張れ、やめないのに。頑張ってやめて。若、ありがとう。クーニンズのピッチャー若林、2019年は負けなし、チームを日本一に導き MVP 獲得。2020年も13勝を挙げ、2年連続チーム年間 MVP。 そして2021年も7勝2敗。しかしながら夏場に右肩の重大な故障で長期離脱、シーズン半年棒に振りました。復活を目指す2022年、2月にブルペン投球を行った際は、いいとこ来るね。復活への確かな手応えをつかみました。しかしその後、若林が回復することはなかった。一向に状態が上がってこず、マウンドに立つことができず、2020年の登板数はゼロ。そして応援してくれていた玉沢との契約も終了しました。草野球選手ながら玉沢さんに用具提供してもらっていた若林、その用具もほぼ新品のままシーズンを終えることに。そして新しく玉沢の顔となった男が、ゴリラクリニックの150キロピッチャー矢内。彼は激しく玉沢を愛用している。先日 ZOZO マリンで行われた全国大会でも、玉沢のグラブで150キロ、玉沢イコール矢内の印象がついた2022年でした。そして引退がささやかれる若林ですが、本人に聞いたところ、やめません、最近仕事に私生活に忙しくしている若林、試合に来れていないことから、今回の企画はただただいじられただけのものです。お楽しみください。今日の動画は以上です。若林、来年こそ頼むぞ。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてグー、気持ちと道具詰め込んだ絵の
なめる半端なしの仕掛けた分フォーシーズン服は汗だく気持ちは負けたくないから駆け出すあの土の上で輝く。